アクアチャンネルのザッキーです。はい、今回は日産のフェアレディ Z についての動画になるんですが、皆様もご存知の方がたくさんいらっしゃると思いますが、この日産のフェアレディ Z にニスモが登場しました。実は当店では2022年の4月に、この新型のフェアレディ Z を実はオーダーをしておりました。 現在は2023年の9月になりますので、約1年と4ヶ月、この経過しているんですけれども、未だに納車されておりません。そんな中、先月になりますね。2023年の8月に、このフェアレディーニスモが発表されていたんですね。この発表されていた時には、ちょっと驚いたんですけど、えー、まだ納車されてないのに、って思いました。 そんな時にですね、ディーラーさんよりもご連絡いただきまして、このニスモ Z いかがですっていう内容のご連絡いただきました。と言いますのも、先にオーダーしていて、当店のようにまだ納車されていない方々。この納車待ちの中から限定でこのニスモ Z に変更ができるという内容だったんです。実はこの2022年の4月のオーダー時、 いつもならオーダー開始日の朝にはですね、もうオーダーを入れて、いち早く納車してもらうというパターンでデモカーを購入しているんですけれども、今回はですね、いろいろありまして、なんとこのオーダー数日出遅れてしまいました。おいおい社長となったんですが、もう松本店ではすでに納車されているお客様が今のタイミングでいらっしゃるということなんです。 なので、もしいつものようにオーダーを入れられて、いつものように早くこのタイミングで納車していたら、この Z ニスモの話はなかったのかなという状況ですね。まだ納車になっていないため、この Z ニスモの抽選に応募する権利ができたということになります。ということで、どうやら社長ダメ元で応募したようです。というのは実は今年は、 いろいろありましたが、あの GR カローラ、これがですね、もうお店としても欲しいですし、個人的にも欲しい、かっこいい車で、こちらも応募したんですけれども、社長はじめ、店長も応募して、雑菌も個人的に応募して、これがことごと多くみんな外れました。おまけに、日産 GT-R の2024年モデル。 こちらもディーラーさんよりお話がありまして、抽選だったので応募したんですが、これもダメ。それから、新型のアルファード40。こちらですね、購入は可能なんですけれども、こちらも抽選が外れてますので、なんと悲しいことに納期は1年以上先ということが確定しています。こういった経緯もあったので、ここは何としてもという思いも多分あったと思いますが、応募しています。 これがですね、なんと先日9月の7日、この抽選の結果発表の日だったんですが、なんとなんとこれが当選しましたいやこういうなんか残念な経緯があったので、とても嬉しいです。こちらのですね、結果はメールで届いたんですが、こういった内容になっています。フェアレディ Z ニスモ抽選結果のご連絡。 フェアレディーニスモ抽選申し込みにご応募いただきありがとうございました。厳選なる抽選の結果、お客様は当選され、フェアレディーニスモを購入する権利を取得いたしましたので、ご連絡いたしますということです。はい、最初にオーダーしていたのがですね、通常のフェアレディーグレードバージョン ST の6足マニュアル。社長はもうマニュアルに乗りたい。どうしてもマニュアルに乗りたいということで、 ちょうどこのタイミングで、このフェアレディ z が発表されていたので、マニュアルを選択していました。色はホワイトです。これをオーダーしていたんですが、このメールの記載内容にもあります。2023年9月30日土曜日までにフェアレディ z ニスモをご注文いただくか。基準者、先ほど言ったバージョン ST の6速マニュアルですね。このオーダーをそのまま継続するか。 さあ、どっち決めてくださいという内容になっているんですよ。まあ、これは、せっかく、このフェアレディーットニスモの購入する権利がもらえたということであれば、もうニスモ一択じゃないかなと、ざっき個人的には思います。ただ、購入するということになりますので、金額の心配もあります。ということで、今回は、そのフェアレディーットのベースグレードと、 それから当店が購入する計画であったバージョン ST そしてフェアレディ Z ニスモの見積もりを紹介したいなと思いますはいそれではまずはベースグレードとなりますフェアレディ Z2WD6 速マニュアルヒロアプリズムホワイトこちらの車両本体価格が539万8800円になりますここに 付属品ですね。これがフロアカーペットマニュアル用。それからラゲッジカーペット。そしてドライブレコーダー前後。それから ETC2.0 セットアップ費用。合計が179,062円。こちら車両本体価格に入れますと、566万362円となります。ここに処刑費等を合わせまして、全部で6、 644,430円となります。これがベースグレードですね。では、続いて、当初オーダーをしておりました、フェアレディ Z バージョン ST です。同じく、6速マニュアルのプリズムホワイトになります。こちらの車両本体価格が6657,200円です。こちらに付属品、先ほどと 同じ内容の付属品を入れます。フロアカーペット、ラゲッジカーペット、ドライブレコーダー前後、ETC2.0 セットアップ費用179,062円を入れますと、車両代合計が6918,762円になります。これに処刑費等を入れまして、全部で7333,730円と、 なります。一気に高くなりますね。さあ、これが当初オーダーしていたフェアレディーの価格になりますが、では、権利をいただいたニスモはとなりますと、フェアレディーゼットニスモ。ボディカラーがですね、ステルスグレー、スーパーブラックの2トーンとなっていますが、これはグレードニスモでしか選択のできないカラーになります。これがですね、 11万になっています。そしてトランスミッションの部分ですね QMATX と書いてありますが9速のオートマチックですはいマニュアルじゃないんですねなんとニスモはマニュアルが選択できないオートマチックしかないんですねはいこちらの車両本体価格がなんと920万400円ですここに同じ付属品 少し金額が変わりますが、ニスモのフロアマット ATO、ニスモラゲッジマット、ドライブレコーダーの前後、ETC2.0 セットアップ費用、こちらの合計が18万1942円。これを車両本体価格に入れますと、車両代合計が949万2342円となります。さあ、こちらに初費等を入れますと、全部で驚きの 997万410円です。もうほぼ1000万ですね。ちょっとびっくりしました。はい。ということで、3つのお見積もりを紹介したんですが、特にこのバージョン ST とニスモの比較ですね。改めてこの数字を比較しますと、車両本体価格で見てみますと、ニスモの方が920万400円。 バージョン ST が665万7200円ですからその差が約250万の差ですどうしようかなっていうそのちょっとの差じゃないですこれかなり大きな差ですのでそれでニスモの方はオートマしかないここはですねさっき個人的にマニュアルを設定してほしかったなと思います確かに最近の車オートマチック性能がいいので 走らせれば速いと思います。楽ですし、安全ですし。ただ、やっぱりこの操る喜びっていうんですかね、楽しみっていうのは、車を所有する上では重要かなと思うので、その価値も入ったこの金額だったら、頑張っちゃおうかなという気はします。これで見ると、うん、まあ、決めるのは社長ですので、ザッキーどっちにしてるかまだ聞いてません。実は目の前に今います。ということで、ここで決めてもらおうかと思います。 腹の内を聞いてみたいと思います。では、ここに2つの見積もりがありますので、こっちがニスモ、こっちがバージョン ST です。さあ、お願いします。はい、決まりました。ニスモです。RDZ ニスモに 決定しました。これオートマしかないですよ。いいですかマニュアルじゃないですよ。あ、OK のサインが出てます。はい。ということで、決定しましたので、もう揺るがないと思います。はい。では、ちょっとドキドキしてますね、今さっき。ニスモですよ。いや、びっくりだ。1000万ですよ。ということで、まだ納期は未定ということですので、納車となりましたら、 もちろんこのアクアチャンネルで紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。